そして正面からグッとね、差し込んで HG ゼータガンダムの製作、今回は胴体部分を作っていきたいと思います。今こちらに胴体のパーツを切り出してるんですけれども、 HG にしてはね、数が結構多いんですよね。なんかフレームが細かく分かれてるという印象があるので、この辺はね、変形に関わってくるところかもしれないですね。それで墨入れをね、もうすでにやってしまってますので、こちらね、組み立ての方からやっていきたいと思います。まずはこちらのフレームの部分のパーツですね。でここね、先に、ポリキャップをね、差し込んでるんですけれども、このパーツを、こちらのもう2つのパーツで挟み込む感じですね。でこれちょっとね、向きがあるので注意しつつグッとね、組み立てていきます。よいしょ。で今度はこのね、2つのこれお腹の部分のパーツなんですけれども、これを合わせて、そしてこちら今組み立てたフレームのパーツをグッと、フレームというかジョイントのパーツですね、ジョイントのパーツを差し込んで固定します。そして今度はこの3つのパーツですね、まずはこちらをここにね、グッと差し込んで、カチッというまで差し込んで、そしてこちらのパーツをここにね、差し込んでいきます。あ、ぴったりと形が合う感じですね。で続いては腕の付け根の部分なんですけれども、まずはこのね、フレームを組み立てて、よいしょ、これ結構硬いな。そしてこの外装のね、部分に内側からね、グッと差し込む感じですね。でこれを先ほど組み立てたこのフレームに差し込みます。よし。でもう片方も同じように、こちらをまずはグッと差し込んで、これがちょっと硬いですね。よし、差し込んで、そして同じように内側からグッと入れて、あとはここに差し込みます。よいしょ。で今度はこちらのパーツですね。これなんかね、胸の部分のパーツだと思うんですけれども、これに、首のね、部分を差し込んで、こうかな、よいしょ。そしてこの丸い部分に先ほどね、組み立てましたお腹の部分のパーツを差し込みます。よいしょ。これでね、結構お腹の部分のこの可動のね、自由度が高まりますね。そしてさらに先ほどのパーツをここにね、後ろからグッと差し込んで合体させます。こんなんでいいのかな。ん、これ僕、これね、腕違うところに差し込んでますね。ここに差し込まないといけなかったのに、このね、丸い部分にね、ちょうどいい感じだったので、ここに差し込んじゃってましたね。こうですね。よいしょ。腕の付け根のパーツをもう一回ちょっと差し込み直して、そして再度組み立てます。よし、 OK です。そして最後ですね、こちらの外装のパーツを組み込んでいくんですけれども、まずは、首周りですね。首周りをグッと上から差し込んで、よし。で次にこちらね、コックピットハッチですね、赤いパーツをグッとね、前から差し込みます。そしてこの胸の部分のパーツを組み立てまして、そして正面からグッとね、差し込んで完成ですね。よいしょ。よし。おお、ゼータガンダムの胴体組み立て完了しました。
変形が絡むので、このフレームの部分がねちょっと細かく分かれてた気がしますが、無事にね、組み立て完了です。ゼータガンダムのねこの胴体の部分はそれまでのガンダムとはちょっと違うね、形状をしてるんですけれども、こうやってね見てみるとなかなかねかっこいいですよね。ゼータガンダムのねちょっと、航空機に似たね、この雰囲気というかこのデザインがねしっかり、表現されてますよね。でいつもだと、この後ね、トップコートをね、艶消しのトップコートをかけたり、ウェザリングマスターでこう着色したりっていうことをやるんですけれども、今回はね、変形が少し絡んでくるので一旦ね墨入れのみでざっとね組み立ててみて、変形の動きとかをね、確認した後、まあ、艶消しにしたりとか、あとウェザリングマスターで、ちょこちょこっとね、このパーツのね、エッジの部分とかを着色していこうかなと思います。でいつもの通り墨入れをやってるんですけれども、このね、白い部分に関してはタミヤの墨入れ塗料のグレーですね。でこの黄色い部分、ちょっと黄色とかオレンジですね、オレンジっぽい部分もグレーで墨入れをやってます。で青い部分と、このねグレーのパーツ、まあ、フレームのパーツですね、このあたりは、黒で墨入れをやってますので、若干墨入れの線の色もね、ちょっとパーツによって違いが出てると思います。で本当はこの段階でね、まあ、いろいろ艶消しやったりとかウェザリングマスターで着色したりということはやりたいんですけれども、どうしてもねトップコートの艶消しを、かけてしまうとこうパーツがねスライドしたりとか、まあ差し込んだり抜いたりっていうこの動きにねちょっと支障が出るというか、パーツ自体がちょっと滑りにくくなってしまいますので、今回はまあまあ、素組み状態というか墨入れやっただけの状態でとりあえず全体的なね、バランスというか動きを見ていきたいですね。